それでは西野先生、西野先生、それではご指名をいただきましたので少しお話をさせていただきます。広域連合それ自体の、誕生を本当に私自身、感慨深く、また大きな喜びを持って迎えをしたということがございました。この20年くらいの間いろんな折に、広域連携の推進協議会であるとかあるいはその後の JU であるとかまた中国圏推進会であるとかさまざまな機会に、関わらせていただいて、ある意味ではようやく、本当に、形のある、関西広域の一歩というのを昨年の12月に始めることができたということで、なおさら、感慨深いところもございました。私自身はもちろん、こういう行政の制度とか政府の制度の研究をやっておりますのでそういう観点でいうと、現在の、関西広域連合の仕組みそのものについてもいろいろ申し上げたいことは ありますが、今日はやめておきます。で、むしろ、これからの、関西広域連合とそして、その中でこの協議会が、どういうふうに役割を果たしていったらいいのかそういう観点で、3点ばかりお話をさせていただければというふうに思っております。で、一つは最初に連合庁のご挨拶にもございましたけれども、この広域連合がいわば成長する広域連合として位置づけられているということであります。従来、広域連合の制度というのは過去これまで出来上がったものはどちらかといえば特定の事務を、共同処理をするそういう仕組みとして作られてきていたということがございました。その意味では極めて、硬直的ですし、定式的に行動せざるを得ないということがあったんですが、この広域連合は、そうしたものとは全く性質が違っているというところに一つ、ご注意をいただければ、注目をいただければというふうに思っています。成長する広域連合という視点、これが、これから、この協議の場でもそして、広域連合全体でも、そして、野村区は2000万、この、関西の県にお住まいの方々にも、共通をして、その思いが、浸透していけば広がっていけばというふうに思っています。ただし成長する広域連合は別に広域連合だけが、天皇を高め云々というようなことを、申し上げるつもりではありません。むしろ、何のためにこの広域連合があるのかということを考えた上での成長ということをぜひ考えていきたいというふうに思っています。究極はもちろん、2000万、この関西の地域の、住民の方々の、最近の流行りで言えば幸福度をどれぐらい上げるかということにあるんだろうというふうに思っています。広域連合もそのツールの一つでしかないというふうに考えていただいてもいいのかもしれません。しかし、同時にこのツールが、本当により働いていかなければ、どうも今の日本の状況では先ほど来皆様方からお話がありましたように、一人一人の市民のそれぞれの力を十分に発揮をしそして、よりよく生きるということを実現をしていくそういうチャンスが、なかなか生まれてこない、そのための、より良き道具になるための、広域連合の成長ということをぜひ皆さん方と一緒に考えていきたいというふうに思っております。少し抽象的な言い方になりますが2つ目にぜひ考えていきたいのは、この今回の大きなテーマでもございますが、分野別の広域計画等々を通じまして、この関西広域としての、将来の、理想の姿あるいは目標といったようなものを、共有できないかなということを、考えています。
個別の行政計画というよりは、それらの実現を通じて将来、こんな姿を、この関西の地域に実現をしていきたい、そういう、共通の未来像のようなものが出来上がってくればいいなというふうに思っています。なぜそういう言い方をするか、もうお分かりの通り、広域連合そのものは、実際には県の、連携組織であります。そして、この地域には、多くの、市民の方々、そして、多くの、さまざまな社会経済団体が活動しておられます。今目の前で全ての利害が一致をするなどということはありえません。むしろ対立があって当たり前だというふうに思っております。何をやるにしても、そうであります。ですがもう一方では、そうした問題を、一つ一つ丁寧に解決しながら、もう一方では、将来に向けてこの関西の地域が、何がしかその夢を実現できる、そういう方向に、一方でも進んでいける、そういうことをこの、関西広域連合の中で、考えていく、そういう貴重な機会というのをこの、連合という仕組みや、そしてこの協議の場が、与えてくれているのではないか、そんなふうに私自身は考えております。その点ではステップバイステップになりますけれども、もう一方では、大きな将来の夢をぜひ皆さん方と一緒に、この場を通じて議論をしていければ、そんなふうにも思っています。最後にしますが、そういうふうな、広域連合のこれからの在り方というのを考えていくときに、ぜひ、ご参加の皆様方と一緒にもう一つ考えたいのは、この広域連合のある種の、ガバナンスのようなものをどうしていくのかということを、考えたいというふうに思っています。この協議の場はある意味では、広域連合の、公式的なガバナンス機関であります。委員会や、理事会、あるいは、議会、それとはまた違った形でこの広域連合のガバナンス確保の、機会というふうには思っております。ですが、本当に考えていかなければなりませんのは、この広域連合がよりよく働いていくということのために、どういうガバナンス体制というのを、組み上げていけばいいのかと、いうことが大きいのではないというふうに思っています。そしてそれは別に、広域連合全体の運営を、政治的にどうこうとか民主主義的にどうこうとかというような議論もここであろうかと思いますが、もう一方では、それから皆様方と、一緒に考えていかなければならない、この広域計画、この、広域計画を作っていくというプロセスでのガバナンスということもぜひ、考えてみたいというふうに思っています。キーワードはやはり、住民参加とか、あるいは、市民、住民の意向をどう反映できるかというところに、あるんだろうというふうに思っています。この協議の場も、先ほどご紹介ございましたが、55人というたくさんの委員の方々にご参加をいただいています。本当に議論を、尽くして、より良い案を作っていくということについて、こういう巨大な、炉の字型で何がどこまで議論できるか、こういうご意見もきっとあろうかというふうに思っています。もう一方ではしかし、この場だけではないさまざまな機会で、おそらく、ご意見をいただく機会や、あるいは、それぞれの、志のある方々同士の議論の中でさまざまなアイデアや提案というのが出てくる、そういうこともあるのではないかというふうに思います。いろんな機会に、多様な参加の手法を模索しつつ、より良い、これからの将来像を、広域連合の将来像を考え、また、関西圏の未来を考え、合わせて、それを実現していくための、広域計画というのを、丁寧に、ご一緒に考えていければ、そんなふうに思っていますし、そうでなければ、こういう協議の場を作った意味というのもないのではないか。そんな風に考えております。ぜひ皆様方とご一緒に、より良いこれからの関西を考えていく、そういう具体的な実践の場というのができたということで、共に汗をかきながら、地
手を出しながら、頑張っていけたというふうに思っています。最後は余計な話になってしまったかもしれませんが、とりあえず以上にさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。そしたら、広報委員を代表いたしまして、山田さんにお願いしたいと思います。山田さんは、中心被害生活参考改正などと、まちづくりの参考、もう本を書いていらっしゃいます。では、お願いします。でございます。今この場に座らせていただいている役割は、東京京都の竹下会長の役割もありますけれども、この関西圏に住んでいて、無関心な住民の代表というか、無関心な住民が何を考えているかということをお話しできるように場があると思っております。我々一般住民がその無関心であるという場合、要は、どの行政のレベルにしても何をされているのかがよくわからないというか、もう一つ、はっきり言うと我々にそれこそ無関心ってありますけど、関係がないことという認識でいるからだと思います。で、その関心を持つためにも自分たちにメリットがあるか、もしくは逆にデメリットになるかというところをどうしてかになると思うんですけども、今回たまたま3月以降震災のことであったり、東北の地震であったり、であと、身近なことで言えば、今日の参考資料にもございましたけれども、台風12号での被害ですね。そういったことがあると、東北なんかまだちょっとエリアが離れているんですけれども、やはりその自分たちにできることに限界がある。で、また自治体、一番ショックだったのは、その自治体が機能しなくなる、基礎自治体が機能しなくなるということがあるんだなというのを、個人的には非常に東北大震災のショックだったんですけれども、でそれにさらにまだ県レベルまで、機能が麻痺してしまって、最終的には広域支援を受けなければ、で国全体がバックしなければ、でしてもまだ今この状況であるということは、かなり国民にとって大きなショックだったと思います。で、また奈良のことに関しましても、個人的なことを申し上げますが、たまたまおばが被害が大きかった大戸町に呼びに来りまして、でまたたまたま100を超える祖父が秘書に行っておりまして、でそのさなかに災害で、非常に幸い自衛隊や地域の都市に脱出することができたんですが、おばはまた、もちろん避難所生活をしております。で、大戸村、今はまずですね、ご住所の大戸町なんですけれども、どんなエリアが自分自身もしておりますので、非常に心配していたんですが、幸い奈良県が関西国連邦に救助の支援を求められたということで、人を安心しています。やはり住民としては自分たちができないことを誰がやってくれるかというところに非常に関心がありまして、やはり今回のことというのは、今回のことでようやくその広域化、広域連合という具体的な名称でなくて、広域化することに今ちょっと理解できたというか感じられたような気がしております。で、今回ね、また無関心な住民ってちょっと不安ですけど、非常にこれは自分が準備しているところなので、あえてこのことを使わせていただきますけれども、私は大阪生まれの大阪育ちでございまして、関西の広域化に興味を持ちましたのは、関西というか大阪でこだわっていますと、大阪がやはり右肩下がりで勢いがなくなってきたのが、もちろん経済基盤が脆弱化してきたからだと思うんですけれども、その経済基盤の脆弱化の裏には非常に人々が自分たちの町に関わるというか、エリアであったり世の中に関わるという実感が持てなくなってきているというところだと個人的には思っています。で、関わることが実感できないというのは、要は自分たちが何やっても影響を及ばない、声が届かないというところで、要は諦めですよね。もう何をやってもしょうがないよねという気持ちを抱くことが多い気がします。で、その部分で言えば、声を届かすため の、 道具もありませんし、アクセシビリティもありませんし、もう一つ言えば、やっぱりその知識がないですよね。で、その知識の部分で言うと、やはり教育っていうところになってくるんですけども、大阪府で言えば、なかなか学力テストが再開も近いですけども、やはりその自分たちが勉強して何をするのか、どうなるのかが実感できないというところに、一つ問題があると思っています。で、こういったお話に戻らせていただきますけれども、今は大阪の住民として意見を言っておりますが、もちろん今の時代、単一の地域での生活は成立していません。経済にしろ、
非常に広域化、連携が広域化しておりますので、でその部分で言えば当然スケールメリットというところもございますので、まあ、スケールメリットかつそのミクロの部分では行き届く長期レベルということで、関西広域連合がこれから具体的にその無関心の我々をどう関心を持たせてくださるのかというのを非常に期待して、今日はこの場に来させていただきました。はい、どうもありがとうございました。それでは近畿ブロック地方団体を代表いたしまして、中山近畿町村会を代表いたします。はい、今日は初めて参加させていただいて、なんとか、ゲームを乗るのが、まずはじめにですね、私は近畿地方の調査会を代表して参加させていただきます。今回の台風で、三重なら和歌山、大変な、災害に遭いました。私は和歌山ですけれども、約60名近い方が、亡くなられて行方不明になります。まだ何名かが、現在でも行方不明になっております。この災害に対しまして、この関西の方、まあ、もちろん全国からですけれども、いろんな物資、両面にわたって、応援をいただきました。このことについて、3県を代表して心から、熱く御礼を申し上げたいなと思います。意見の見事というだけ、僕、町村会でまとめた意見ではないんで、これ、多分個人的な意見になると思いますけれども、この関西で、みんな手をつないで一生懸命に盛り上げていこうという考えについて、本当に大賛成であります。町村長によっては、いろんなこの広域連合については、いろんな意見がありますけれども、私個人としては大変非常に広域会ができたことを嬉しく思っています。というのは、町村というのは今、財政的にも非常に基盤が弱くてですね、特に私の町、和歌山県の中心にあるんですけれども、第一産業がほとんど中心であります。また産金がですね、町内の 75% が産金というような、町でありまして、当然、少子高齢化で、過疎化が、進んでます。もう限界集落と言われる集落がもういくつもある町であります。まあ、そういった町がですね、これから一人でやっていけるかっていうのは全然やっていけない問題がたくさんあります。特に期待してますのは、うちの田舎にはですね、昔からの文化とか歴史、それからいろんな観光名所があります。やっぱりこの観光も一つの地域経済の活性化と考えた場合、どうしても一個の町で、やればなかなかうまくいかない。そういった中で、この広域連合で取り組んでいただければですね、多くの方々に来ていただけると違うかなと思っています。まあ、その中で、ただ一番残念なのは、この関西でやろうかという中でですね、奈良県が参加されているということは、なんか骨抜きになるに違うかなという危惧を持っています。ぜひですね、各地さんに、お願いして、ぜひ、奈良県もこの会に参加をしていただけるようにみんなで努力をしていただきたいと思います。それからもう一つ、この農業のことばっかり言ってはいるんですけれども、この関西ブランドもいいんですけれども、今地産地消ということで、地域の農産物は地域で、消費しようということが言われています。うちの町にもですね、いろんな農産物、これは全国へ通用するような、ものがたくさんできてますんで、またこの販売についてもみんなで取り組んでいただきたいと思っています。それともう一つ、どうしてもお願いしたいことは、この、山林問題であります。うちの町も約 75% 面積の 75% が実は森林でございます。それが今、ものすごく荒廃をしてまして、とにかくもう山の手入れが進んでません。従いましてですね、これこのまま放っておけば、今の異常気象を含めて、大災害に発展をする恐れが多分にあります。ぜひ山林は大木の供給じゃなくして、水の保管とか、あるいは CO2 の吸収、
さらにはですね、海の海産物、特に貝類とか魚類にとっては山の栄養というのが非常に必要でありますけれども、これも発端がしてなかなかうちの近くの海も全て磯焼けというのが起こしてます。僕子供の時に貝、魚たくさんあったんですけれども、全然今は取れなくて、これもやっぱり水深をほったらかしにした結果だと言われてますので、ぜひこの森林問題にも広い目から取り組んでいただけたら大変嬉しく思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。では各界の方終わりましたので、今を自由に回していただきたいと思います。橋本知事にですね、お聞きしたいんですけども、それで私今日こうして、のぞかせていただいたのは、後職でございますけども、近畿議長会の、こちらでずらっと県知事を並べていただいておりますけども、そこの市議会の、議長職と会長職ということでのぞかせていただいております。で、確かに今日私こうのぞかせていただいてですね、知事にお聞きさせていただいて、石田これ私は藤寺の実は議長をやらせていただいております。たかが6万7千の小さな市の議長でございます。111年目に回ってきた、これも厚職の会長でございます。しかしですね、やはり役が回ってきた限り、先ほどもこちらの方で、奈良県さんのことをおっしゃっていただきました。確かに私も近畿議長会の中で、国の方へ要望を出す場合どういうのですね、最近いろいろと奈良県さんが出される部分に関しましても大変いろいろとまだ解決できてない部分もございます。ということを申し上げてですね、実は私今日こうして意見を述べさせていただいて、決して橋本知事にですね、反感してるとかそれと反面だこれは思わんときません。私もね懐かしみを感じているのは、実はですね橋本知事ももともとは行列のできるなんか法律相談だから割になってましたね。私も実は昭和53年まで、芸能界におりました。今は同期生と申しましたらもうやめてますけども、西川清志というのが芸能界同期生で、横山敦史君が私芸能界の義兄弟ということで兄弟分でやらせていただきました。で石野さんを全然見たことないなと思っていただきますけども、実は私は、コミックバンドの今現在皆さん方よくご存知か分かりませんけども、平和価値とダーポーズという、トイモンテオルスという歌をご存知かと思うんです。そこで石野さん何やっとったんや思ってくださるか分かりませんけども、私はその時にバックでわーっていうのやったんです。そういうことがありまして、大変親しみを感じて今日ですね、橋本知事にお会いさせていただいたというのは現状でございます。しかしながら1点と2点だけお聞きしたいんですけども、橋本知事がですね、私いつもよくやっていただいている、また今回小池連合の中で、一番の君の形で、みんな指名でやっていただくのは大変結構なことでございますけど、ただ私は33年間議員に続けさせていただいて、ちょっと疑問に思うことはあるんですけども、例えばですよ、それは当然知事も新しい監督を持って構造を持ってやられている部分は素晴らしい部分もあると思います。職員さんの件でちょっと申し上げたいんですけども、この間から新聞マスコミ等でいろいろ騒がれておりますけども、ご安職でもですね、あまり効力がない、ね、いや働き手が悪い人にはもう下がっても降格をするとか、いろいろそういうものもちょっと新聞市場に見られたんですけども、ね、私はやっぱりできる限り、例えば大阪市の一つの例を取りましても、やはり今日はですね、大阪市やっぱり部長なり次長なりがですね、一生懸命支えてくれました部分に関しましてので、その部分でちょっとね、私は少しね考えていただきたい関連事項ですよ。それと橋本知事がおっしゃっていただいている素晴らしいことがございます。これはね、一歩今日お集まりの皆さんが皆どう思っておられるかも分かりませんけども、前島に角度を作られること、これは私は素晴らしいことだと思います。今全体的に考えてみたら、銀行にしても工場関連にしても東京一国主義と一極主義ということで大変そういう傾向が強い中で、やはり幕次性がありますけども、私はそれをね、知事が欲しくだけでねやっていただいたら絶対できません。だから私その点もね
ちょっと要望してお伝えとか話しかけてすごくありがとうございました。委員長、委員長、はい、知事後で答えていただきます。どうぞ、新井さん。私は政治家でございませんので、すっぱりは言いませんが、ただコロナ禍で農業の代表でが少なございますので、私、徳島の農協中央会の新井と申しますが、私はこの会に大いなる期待をいたしまして、皆さん方からただいまのご意見を聞いてです、ね、夢膨らむ思いがいたしておりましたが、この夢をどう形に変えていくか、これはいろんな課題がありましても、みんなで力を合わせて、何としても実践し、形に変えていくことが不可欠だろうと思います。その中で、小さな視点になって恐縮ですが、農業の分野から若干お願いを申し上げます。今、産業ビジョンの中間案を私なりに見てみますと、ほとんど農業につきましての内容が触れられていない。これは私の見落としかもしれないわけでございますが、2行ぐらいであったかと思うところでございます。しかしよく掘り下げてみますと、この内容の裾野は広いと思うんですが、ご了承いただきまして、私2点お願いを申し上げます。まず関西広域連合のですね、この地域内の連合が人口が2000万人を超えると、こういうようなことでございますが、これらの人々の職を支えますのは農業でありですね、また世界の人口の爆発的な増加が予想されている中におきまして、農業は世界に向けての戦略産業として進行すべきものであると思っております。そこで幸いいたしまして、関西広域連合を構成する2府5県広域的かつ戦略的な観点からですね、連携を深めていただきまして、農業を成長産業として関西産業ビジョンのもとにですね、きちっと位置づけいただいたらありがたい、この点お願いを申し上げいただきます。以上でございます。ありがとうございました。じゃあどうぞ、ちょっと名前見えないんで、お伝えします。どうぞ。京都府から、医療福祉の分野で出ております井端でございます。私は先ほど、井戸知事からもお話がありましたように、関西広域連合という新しい自治体、これ非常に結構なんですけれども、その中でね、各々、まあ、大阪だったら大阪市が入ってますし、その中にそれから堺市もあります。で京都も京都市が入ります。でそういうような政令指定都市が入っている中で、これ関西連合でいろいろやられる場合ですね、こういう政令指定都市と一体化していろいろことをやるというのは、私今、この中で、京都地域包括ケア推進機構という、これは山田知事が非常に力を入れておられて、で医療と、介護と福祉、これを一体化してやっていく。今まではおのおの別々したってみたいやったんですが、それを連携してやっていくという、こういうことを今始めたんですね。その中では、京都府と京都市はもう一体化している。予算はほとんど京都府から出てるんですが、まあ、そうですね、それでね、それでやる方はですね、京都市も一体化してやってるという、そういうことについてね、どういうようにこの関西地域連合が考えてられるかというのを、まあ、井戸知事はじめ知事さんに、お聞きしたいと、そういうように思いますが、はい、ありがとうございます。後でまとめて、鳥取県の鳥取市から参りました竹内と言います。私の方はですね、ちょっと中間、保育計画の中間案の中でもちょっと触れられておりますが、まあ、観光文化振興計画の中にある山陰海岸ジオパークというのを少し、触れさせていただきたいと思います。これは世界ジオパークの一つとして、去年の10月に認められまして、
約1年待っているところですが、まだまだですね、大きな発展をして、どこまで行っていないということが指摘できると思います。鳥取市では砂の彫刻というのを砂像というので砂像の町鳥取市というのを売り出しておりまして、新しい砂の美術館も来年作るんですが、やはりこれから世界ジオパークネットワークに加盟したこの、山陰海岸ジオパークをですね、まさに府県を越えたこの関西連合で広域連合で位置づけて、例えばこの国際的な会議の誘致とかそういうようなことをしながら盛り上げていっていただきたいなと、幸い文化振興との連携の中に入っておりますが、この中間案ではですね、位置づけはともかくとして、とにかく自然の素晴らしさあるいは地球の成り立ちからの関係というので、世界的な注目も集めてきているということであります。その中でですね、鳥取豊岡宮津自動車道という地域交付企画の自動車道が大変重要な広域のネットワーク作りに役に立つと考えております。これは鳥取市から京都府宮津市までを結ぶものでありますが、この関西広域連合の中でやはりこの日本海側のネットワークというのは県を越えたネットワークというのはまだまだ弱くて、交通インフラがの整備が非常に必要だと思います。この間は実は120キロしかないのですが、まだ供用されているのは 21.4 キロと2割にも満たないということなので、やはり広域連合の中で特に南北を結ぶ例えば鳥取自動車道とか北近畿豊岡自動車道とか京都縦貫自動車道を東西に結ぶ効果がありますので、経済的な発展とか防災とか観光以外にもいろいろ効果も高い道路だというふうに私は認識しております。地域間の交流も市場にもですね、こういう交通インフラが十分でないということが大きな妨げになっていると思います。観光のためにも地域振興のためにもぜひ実は中間案にですね、安心して楽しめるインフラ整備の充実とあるんですが、これはあんまりハードなインフラを想定されてないようです。ここに書くか書かないにかかわらず、やはり広域連合でこういう県域内のですね、交通ネットワークの問題を特に遅れております日本海側の部分を重視していただけないかというのが私のご意見でございます。どうもありがとうございます。安野さん、はい、どうぞ。和歌山経済農業会の柴田と申します。先ほどの和歌山委員に加えて、今回の台風12号の被災地に関しまして多大なるご支援を賜りましたことをご心より御礼を申し上げます。対応にですね、和歌山県はこの全体から考えますと周辺にあたるところでありますし、津波等の被害が出ましたときにはどちらかというと孤立をする可能性の高いところであります。和歌山、徳島、それから鳥取等に関してはこういうふうな被災地支援につきましても、今回の教訓をですね、糧に、よりスムーズに円滑にですね、いろんな活動ができるようなそのような仕組みを平素より考えておいていただく必要もあろうかというふうに思っています。何卒よろしくお願い申し上げます。今私が触れましたように和歌山県は、この全体の中になったら周辺にあたるところではありますけれども、周辺を大事にしていただきますと分厚さが出ます。すでに、人、物、金、情報に関して集積のある兵庫県や京都府、大阪府の周辺に位置する和歌山ではありますけれども、こういうところで観光面等ですね、全体の中でコーディネートしていただきますと、非常にその多様性あるプランというものも生まれてきますし、今まで出ていた潜在能力に気をつけていただくことによって、今までの、その
利用されてなかった分野に関して全体に資することができるものだというふうに思っております。したがいまして、これもお願いではございますけれども、周辺県のですね、意見聴取を十分にこれからもしていただけるようお願いを申し上げたと思います。まあ、そういうことによりまして、関西グランドというものが非常にその、広く厚く、世界に対して、特にアジアに対してですね、発信できるというふうに思いますので、その部分を特にお願い申し上げたと思います。そしてもう一つ、この制度に関してですけれども、今回もいろんな形で意見聴取が行われておりますけれども、今後その制度そのもの、あるいはその設計制度というのはですね、随分その詰まってくるんだと思いますけれども、日本というのはどちらかというと、その行政に関しては制度設計がかなり、レベルの高いものを組み上げるんですけれども、その設計制度、設計性能が出てるかどうかということについての検証が大変弱いというふうに思います。自動車を設計した時には 100% あるいは 120% の能力が出るように考えられておりますけれども、この行政の設計制度に関しては精度を上げるところまでは上げますけれども、その能力が果たしてそこに達しているかどうかということは検証がついつい、なおざりにされがちだと思いますので、この関西広域連合への思い、目的というものをですね、きちんと定期的に検証していく必要があるのかというふうに思います。また、日本の行政の効率ぶりというのは大変ひどいものでありますけれども、現在、私たちのそれぞれの自治体、それから、まあ、県を比べて、要するに、官を下しにするような形で、この制度が動こうとしているわけでありますけれども、その中でまずは、効率性があるか、あるいは実効性があるかということを主眼に、この制度を組み上げていくことを提案したいと思います。そのためにも、常に目的は共有することという意識を高めていくことが大事でありますし、また手段というものは共通化する必要があろうと思います。物事を行うときには、まあ、コンピューターに頼っておればその OS というものがありますけれども、OS を同じようにしておくということは大変大事なことだというふうに思っておりますので、まあ、このツールに関しましては融通化をするであると、あるいはアーティアの出方、それを具体的に進めるときには、同じそのシンパシーというんでしょうかね、そういうふうな感受性でもって、私たちも一つの物事を成し遂げるためのツールとして、まあ、見上げていく必要があるのかというふうに思っております。まあ、そんなことで、まずは意識を高めるというですね、形にならないところからも追い上げていただく必要があるんだと思っておりますので、一般の人には関係がないということかも分かりませんけれども、それは関係あるんだということですね、ぜひこの2000万の市民に対して訴えていただくことも、以上です。どうもありがとうございます。